2010年ベラルーシ大統領選挙は、ベラルーシで2010年12月19日に行われた大統領を選出する選挙である。ヨーロッパ最後の独裁者との異名で、長年ベラルーシに君臨している現職のアレクサンドル・ルカシェンコは、3期もの長きにわたって大統領を務めたことで、精神的にも肉体的にも疲れており、選挙に負けることを恐れていないという意向を、 ベルタ通信社に語っていた。また、隣国のロシアは、ルカシェンコ大統領の当選を阻止し、政治の世界から排除し、ベラルーシを事実上吸収合併することを狙っているとされたが、最終的には、ルカシェンコの当選を認めた。ルカシェンコは、対立候補を人民の敵と罵のしり、また、ロシアが反ルカシェンコ候補への不正な資金提供を行ったとも述べていた。 2010年10月3日、ロシアのドミートリー・メドベージェフ大統領がルカシェンコを外交的儀礼どころか人間としての基本的礼儀さえわきまえないと厳しく批判、ロシアがルカシェンコの当選を望んでいないことが明白となり、ルカシェンコは国際的孤立を深めていたが大統領選直前になり、ルカシェンコとメドベージェフは和解した。反ルカシェンコ勢力は 統一候補の擁立に失敗し、多数の人物が出馬したことから兼ねてから、共倒れが予想されており、結果としてその通りになった。ルカシェンコの当選確定後、多数の市民が選挙を不正選挙と訴え、数万人規模の抗議デモが発生した。しかし、政権側は治安部隊を動員し、武力で鎮圧した。候補者の一人であったウラジーミル・ネクレアイフは、集会中に、 治安部隊に頭部を殴られ、負傷、病院へ搬送され、手当を受けた後に拘束される事態となった。また、治安部隊に拘束された市民は、約600人に上った。ルカシェンコは、ベラルーシでは役立たずの民主主義はいらない、民主主義者ではなく、ならず者だなどと述べた。欧米諸国は避難声明を発表した。ありがとうございます。